はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーブレイズも本編に登場しましたので、これでやっと食玩ワンダーライドブックの残りの2つの連動を確認することができますね。ちなみに先にエイムズアニマルファイルと滅亡人雷モンスターズはレビューしました。っていうか TTFC 限定のショートアニメの滅亡人雷回がむちゃくちゃ面白かったので、まだ見てない方はぜひご覧ください。そして一応開封時にしっかり確認しましたが、まずブレイブドラゴンはこうで、食玩ですから裏側がシールになってて、ただその代わりデラックスにはないワンタッチ変形が搭載されてるんですよね。これいいっすよね。押せば展開すると。その代わりサウンドの収録はなくって、ストーリーページもありませんから、変身ページのみが出てくる形で、でもシールなんかもくっきりはっきりしてて、デラックスと見比べても相当よくできてましたよね。そしてライオン戦記の方も基本は前も後ろもシールで、その代わりワンタッチ変形があると、これですね。そしてこれも一応デラックスと見比べるとこうで、ちょっとこの辺のパーツ構成とかが違うんですよね。ただ食玩でもデラックスと同じように裏側に IC チップ入ってますから、サウンド自体は変わんないんですよね。ってことでこの食玩のワンダーライドブックを使って変身遊び行きましょう。ソードライバーに差し込んで音声連動行きましょう。ここの、はい、待機音になりますね。ここの脱着の感じは意外とデラックスと変わんない。すごいスムーズに入りますね。はい、ってことで、もともとデラックスでもサウンドはあくまでこちら側に依存してますから、変身サウンドデラックス食玩と全く変わんないんですよね。これすごくない？あとワンタッチのこの展開も同じようにしてくれますね。なのでこの状態でトリガー2回で、一殺撃なるし、バットアクションも OK と。完璧にデラックスと同じ形で遊べるんですよね。で、スキャン必殺。セットしたままこうすればいいんだ。ほら。これで今3回スキャンね。ただワンプッシュ必殺には対応してませんね。こちら側から音鳴りませんからね。って感じでデラックスと全く同じように遊ぶことができるんですよね。これやっぱ有能てか、パッと見やっぱ食玩デラックスと結構見間違いますね。でもさ、こうやって軽く本編っぽくパーで開けることができるんですよ。この弾いて。これ良くない？食玩。では、ブレイズ。はい、これも脱着音が鳴るスペースがあってから待機音が鳴りますね。流れ、抜刀。普通に遊べるんだよな。バット必殺。スキャン必殺。もしかしてさ、この遊び方が楽す、一番楽なんじゃない？ほら。
って感じでございます。なのでストーリーページがなかったりとか、こちら側から起動サウンドが鳴らなかったりとか、ワンプッシュ必殺技が鳴らなかったりとか、いくつかオミットされてるところはありますけど、あくまでメインの変身サウンドはソード側から鳴りますから、やっぱ360円で様々なサウンドを IC チップ入って体験できるっていうのは、今年コレクションアイテムすごいお買い得感。なので要はこれを踏まえてデラックスと組み合わせてドラゴンジャックンとか、本編通りのそういうのもいけるわけですよね。こっち食丸でしょ、でデラックスのジャックン、ほら、デラックスと同じ変身音を片側食丸でも楽しむことができます。これすごいっすね。なので、あとは、食丸同士で、指定の場所に、せっかくだから一番右はあるとか、ちょっとこれとかも行ってみようか。秘伝の、秘伝物語ね。これで指定の場所が左真ん中右になってますから、って感じで、全てがデラックスじゃなくてもこんなにバッチリサウンドを楽しめると。そしてライダー絵柄もさすが指定の場所は完璧。ほらドラゴン、ライオンヒデンね、でウォーウォーウォーター、あとは同じ SGK を使うとこうとこうなるのか、場所指定で。っていうようなサウンドを楽しむことができます。これとかなかなか絵柄合ってますよね。まあ、同じ流れで食丸同士で、ブレイブドラゴンとアニマルファイルは真ん中ですから、これで劣化バットすれば。ドラゴン、エイムズ以外は基本共通サウンドですが、っていう風にちゃんと個別サウンドを楽しむことができます。あとはあれね、リードスキャン必殺も、ほら、こうやってちょっとさ、ゆっくり刺せば、いけるんすよね。なので本当組み合わせ超自由だけど、やっぱフォームチェンジ音はそんなに多彩じゃありませんね。ある程度固定のものが流れるって感じ。っていうわけで、総括としては今年のコレクションアイテムは音こそなりませんが、デラックスアイテムというかソードライバーと組み合わせることで、デラックスと同等のサウンドをソード側から変身を鳴らすことができますので、そういう面ではかなりお買い得感やっぱあるんじゃないかなと。あと個人的にはほぼワンタッチで開くこのアクションとかも非常にいいと
思います。これデラックスでもやっぱ欲しかったな。以上、食玩ワンダーライドブック01のブレイブドラゴンとライオン戦記の紹介でした。